塔をめちゃめちゃに壊して、そのガラスで自分の手とか足に傷つけて、血があの点々とあれして、2メーター以上はあったんじゃないでしょうか。そしてね、太って。30日午前4時半ごろ、羅臼町の住宅の魚の加工などを行う作業場に熊が侵入しました。保管されていた塩漬けのホッケが入ったケースなどを倒し、熊は逃げ、けが人はいませんでした。町内では30日夜にも熊が住宅横の倉庫に侵入し、扉が壊される被害がありました。熊は逃げて住人にけがはありませんでした。熊は現在も海岸を移動していて、ハンターが出動し警戒を強めています。